すべての商品やサービスは、この末端ユーザー、お客様がどんな時に使いたいか、どんなニーズがあるかっていうのを読み取って、そのためにこの作業をする。そこにお客様が対価を支払う。その循環が生産者の気持ちも育てます。決して人工知能には私はできないんじゃないかなって思っています。決まり決まった入力したインプットや画像から読み取れることは計算して人工知能をやるんでしょうけど、本当に大切なことは、このイチゴをあの人に届けたい。たけしさんが言う、そのお客様の情報、私はお客さんの感動の情報をだから従業員に流します。もっと喜ばれたい。その本能的な人間の喜びをスタッフのみんなが感じて、この、こうしたいろんなアクシデント、エラーをですね、人の手で取っていく。そこにうちは付加価値を見出してます。だから普段食べるイチゴじゃなくて、とっておきの勝負ギフトにぜひ使っていただきたい。これから入学祝い、人の移動もあります。新入社員の歓迎、そういったギフトに私はお役に立ちたいと思います。